マイルズ・プラムリーはアメリカ合衆国インディアナ州ホートウェイン出身のプロバスケットボール選手。ポジションはセンター。ノースカロライナ州の高校からデューク大学に進学し、2009から10シーズンは弟のメイソン・プラムリー、ライアン・ケリー、カイル・シングラー、ランス・トーマスらと共に NCWA チャンピオンを経験。その後4年生までプレーし、2012年の NBA ドラフトでは インディアナ・ペイサーズから26位で指名された。しかし、1年目から NBA での対応に苦しみ、シーズンの大半を D リーグで過ごすことになり、2013年オフにフェニックス・サンズに放出。サンズに加入した2013から14シーズンこそ、平均8.1得点7.8リバウンドを記録したが2014から15シーズンは、アレックス・レンに出場時間を奪われ、 2015年2月19日の大型三角トレードでミルウォーキーバックスに放出された。2016年7月18日、ミルウォーキーバックスと4年5200万ドルで再契約するも目立った活躍ができず、2017年2月2日にシャーロット・ホーネッツに放出。さらに2017年6月20日にはアトランタ・ホークスに放出された。 ゴール下での力強いプレイやミドルシュートなどが上手い選手、ありがとうございます。